今でも島を出たいか。私の居場所はないから。お主がおると助かるのだが。志村様がいるだろう。何言ってるのさ。猛虎は兄弟だからな。志村様によろしく。陣、待っておった。必ずや藩を討ち取り、劉蔵も成敗する。奴らの首を城壁に掲げてくれよ。お前には期待しておるぞ。無論です。捕虜になった時、お前の所業を聞かされた。そのやりようは非道で誉れはないと。お救いするため仕方なく。分かっておる。深く感謝はしておるが、その道を歩もうとは思うな。我らは民を導かねばならぬ。まずは島を救おう。武士らしく。ユナの件ですが、私と叔父上を救ってくれました。あやつの望みは無事に本土に渡ること。船を一層やってもよい。我が城を取り戻した暁にな。ありがたく存じます。半時後に立つ。承知しました。話を聞いて回るか。破壊様、守りは進んだか。ああ、いいえ。火事場が動けば間に合います。二人とも頼んだぞ。俺にお任せください。ジン。雅子殿、刺客の手がかりはいかようで。先は長そうだ。何名かは豊玉へ行ったようだが。いつでも加勢いたす。叔父上の城を取り戻す暁にはぜひお力添えを。もちろんだ。猛虎を一網打尽にいたそう。品揃えが増えました。ではどうかご苦労を。酒井、見事な戦いぶりであったぞ。先生のご助力があってこそ。して巴の消息を。明石まで猛虎に手を貸す弓取りの噂がある。巴でしょう。海岸近くの野営に赴き話を聞くつもりだ。では後ほどお供いたしましょう。
どんなものでも揃えてますよ。目的を達せられますよ。志村様はなんて？お主が城の奪還に手を貸せば本土へ渡してくださるそうだ。そんなの知ったこっちゃないよ。皆の命がかかっておるのだ。お主が武勲を立てれば道は開ける。よいな。さあ酒井、行くぞ。まことの武士だね。絞り取ることしか頭にないんだ。私は豊玉だ。橋は行けぬか。ならば森の古い隠れ道を使おう。行くぞ。叔父上、もっと早くお助けできれば。何を謝ることがあろう。ハーンはどのような男です？一言で申せば切れ者の獣。誇りなど微塵も持っておらぬ。奴は言葉を学び叔父上を生かした。その狙いは？本土を攻める折の助力を壊れた。褒美は富と権力に、女だ。まさか鎌倉を裏切れと？あの侮辱だけでも生かしておけん。時にユナとはどのような女子だ？勇気と忠誠を備え腕も立ちます。なりわいは野党だと聞いた。大義に応じる者を手放せとおっしゃるのですか？あやつは勝利を求めておらぬ。褒美だけ。厳しい戦になろう。味方が頼むに足るかを知らねば。私がお支えします。ユナも。かつてこの島は混乱を極めた。そこに秩序をもたらしたのは他でもない我ら武士だ。民に見せねばならぬ。我らが島のために戦えることをな。お前は一度故郷に戻り、殿下の鎧を受け継いではどうだ？私には時期尚早かと。亡き父も喜ぶぞ。この匂い。燃える木とムクロ。消えたものめ。伊豆原の村もここまでではなかった。わしに逃げられた腹いせということか。誇る畑を守らねば来たる冬は乗り越えられぬ。どうにかせねば。猛虎ども、騎兵がいます。押し通れ。
モーク、今のは金田の来て見た兵、ハーンの精鋭だ。北を攻めておったはず。かがり火台は敵の手に。再び火を灯し、ハーンに見せつけてくれる。民も喜びます。島中のかがり火台を全て取り戻す。
保証出せ。ユノ、何用でもいい。宝庫の大軍が来てるよ。火薬も持ってる。逆手に取ってやろう。弓を構えて。皆殺しだ。新手は来ないようだ。大義を分かってくれたか。私はこの島を出る。タカも一緒に。まだ住んではおらん。参るぞ。かがり火台の火を灯し、金田の木の勝利は始まりに過ぎんと猛虎に示す。ハーメン、待っておるがいい。来てくれたのだな。見事な足止めであったぞ。当然の行いさ、志村様。お主のような武人が多くおればいいのだがな。その目を開かなけりゃ見つけるのは大変だろうか。申したいことはそれだけか。我らはかがり火台に参らねばならん。槍川には兵が大勢いる。壁が抜かれてなけりゃね。かつて槍川家の反乱を収めた。わしは恨まれておる。知ってる。あそこで育ったから。だから盗みがうまいのだな。ユナはとても口の立つ女です。助力するよう説き伏せられましょう。よろしい。酒井と共に兵を集めろ。さすれば本土への船を調達してやる。弟も一緒に。元槍川で待っておれ。恩に切るよ。我らの意を示してくれる。ハーンに見えるでしょうか。見えるとも。志村の城を取り戻しましょう。そして猛虎を撃つ。誇りある武士らしく。里に戻り殿下の鎧を手に入れ、槍川を味方につけよ。わしは将軍様に援軍を請う。いかに下踏みを送るのです。わしの知り人を頼らねばならんな。ウムギ谷におる五郎という名の船乗りだ。では私が探しましょう。ならばわしは宿営で待っておる。離れることになるが、くれぐれも用心しろ。必ず生きて戻れ。酒井様、牢に捕虜がおりました。僧兵のようで
お話をしたいと。僧兵だと承知した。本当だって。蒙古の皇帝の玉座はこの世の真ん中にある一番高い山に、あなた様を信じておりますよ。酒井様、おかげで命拾いいたしました。そうだと聞いたが。杉寺です。菰田の剣を耳にし、蒙古と戦うべく馳せ参じました。しかしこの地で会えなくも。なるほど。何があった？不意打ちに遭い、生け捕りにされ土牢に押し込まれました。飯もなく、一寸先も見えぬほどの暗闇で。まず常言が連れ出され、あやつの怒号が聞こえました。ほどなくして悲鳴に変わり、そして人が焼ける匂いが。その後奴らはついに私の兄炎上を。炎上？守り手の？そのような最後たけきそうだったが。良き兄でした。お主は？ノリオと申します。この牢におりました。6人が入るかという大きさ。いいえ、10人以上いました。少し歩こう。見せたいものがある。豊玉からの旅路どうであった？口寺は無事です。赤島の楠氏の村も、産木谷も蒙古に抗っていると聞きます。ここでよい。敵は何千にも及びます。志村殿が戻った今、我らは勝ったも同然。戦に加わらぬか？杉寺の僧たちならばおそらく一日で召集できます。加勢により皆で蒙古を海へ押し合ってやりましょう。亡くなった兄君や僧兵皆の仇を取るぞ。仇討ちではなく平和のために戦います。小町はムクロだらけだった。あの光景は死んでも忘れられねえ。クス氏を救うため赤島へ参ります。折を見て酒井様もいらっしゃってください。方針を紹介しましょう。島で一番の靴下と言われています。赤島で会おう。この戦のため家族を残してきた。
酒井様、よくぞあの志村様をお救いくださいました。里の皆が心配です。近江の南にある村が襲われました。南のあの村か。そこで捕まったのか。魚の死骸の中に隠れてたのですが、すぐに見つかりました。どうか里の者を。酒井家が代々守ってきた村だ。必ず取り戻そう。
何があった？海が干上がっている。目を離しただけなのに。取り乱すな、俺が助けてやる。まるで心を失ったかのようだ。誰の仕業だ？何をした？モーコの小屋、この染め、モーコのものなのか。民が枷をはめられておる。舌を噛みちぎったのか。血だまりだ。何に耐えておった？これは勘どこ？猛虎の儀式だろうか。侍！大鷹様が呼んでる！今日で仲間を鼓舞しておる。ダーション！
ゲドウメが民を苦しめおって正体を突き止めねばな。集落の者に何をした？大鷹様の呼び声を聞いた。大鷹、己の長か？あのお方は一族を率いて対馬に来る。息のすべてをその手に収めた後で。こやつら、あの息から。父、ジン、手を貸さんか。お前は死ぬのが衆生のためだ。急いで駆けつけたけど、こりゃひどいね。病のようだが、果たして治るのかどうか。何があったの？わからん。見慣れぬ猛虎兵だった。こやつらの長は大鷹。対馬を攻めるつもりだ。心を蝕む病だろ。もし島中に広がったら。そうはさせん。大鷹を探すの。猛虎兵によると息におるとか。海賊と罪人の島だ。侍は憎まれてる。そうだ。かつて父上が治めようとしたが、あの地であえなくも。その後残党は引き上げ、そして今何者かに乗っ取られた。俺が正さねば。船が待ってる。Thank you.